絶対0度。Thank you.
自己紹介をしたいと思います。ルナちゃん。はい、太陽のように明るく月のように丸い子、鈴鹿ルナ17歳です。よろしくお願いします。はい、今日はですね、そうだね、そうね、夏の思い出を語りたいなって思ってます。語らないんですけど夏の思い出ね、さっきも言ったんですけど全部思い出なんですよ。でもやっぱり夏のやっぱ一番のはやっぱりなんかみんなで東京で上司ハウスで過ごしたことかなと思います。やっぱりね、なんか今なんて家族よりも今メンバーが一番一緒にいる時間長いんですよ。でもそれでもやっぱり上司ハウスに行ったらメンバーのね知らない一面がまだまだ見れたりして、なんかねでしたね。でしたね。そうなんでした。はい、ということでよろしくお願いします。私の名前には歌という字が入っています。女子力の歌を守ります。長崎県出身19歳のシエリです。よろしくお願いします。はい、私の夏一番の思い出というか、夏を通して思ったことはやっぱりこう初めての女子力としての夏で、いっぱいその野外とかも出させていただきましたし、大きいねフェスにも出させていただいて、たくさんのこう他のアイドルさんのステージも見たりして、こう学ぶことも多い中、こう喉のこともあったり、こうもっともっとね、今まで以上に今年の夏って初めての夏なんですけど、今年の夏は歌のことを結構その夏の前より考えるようになったなって思って、なのでもっともっと自分らしくこう皆さんに歌を届けていけるようにこれからも頑張りたいなと思います。今日は最後まで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。小さいけど夢は大きい最年少の高校1年生16歳の山本愛理です。天才って呼んでください。天才、はい、ありがとうございます。はい、私の夏の思い出はやっぱり先ほども言ったんですけど、私の山本愛理のお誕生日会なんですけど、もうね本当にその日東京遠征からの初めての福岡で久しぶりのライブだったんですよ。だけなんかどうしよう緊張すると思ってたんですよ。なんかどうしようと思ってたけど、なんかたくさんの方が集まってくださって、しかも私のためになんかすごいものをたくさん用意してくださったんで、本当にねこの日がね幸せな日になりました。来年もなんかすごいパワーアップすると思うんで、もう大天才だから、だから皆さん期待しておいてください。今日はよろしくお願いします。今までで一番定期公演に来てくださる方が多かったんですよ。100人以上も会場に来てくださってて、それが本当に嬉しかったので、福岡の定期公演ももっともっと盛り上げて満員にねできるように頑張りたいなって思っているので、皆さんぜひこれからも女子力お願いします。今日最後まで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、ステージ1で女子力1と山口県出身19歳のミクです。はい、ミクの夏の思い出は1年ぶりに髪の毛を切ったことやけど、みんなが気づいてくれなかったことです。そう、1年ぶりに切ったから、みんな切ったねって言ってくれるかと思ったら、全然誰も言ってなかったから言ってくれなかったから、まあそれが一番の夏の思い出かなとも思いつつ、やっぱり皆さんと一緒に過ごしてきたライブの一つ一つが私の思い出だなと思います。今日も素敵な定期公演にしましょう。よろしくお願いします。次の曲に行きたいと思います。それでは聴いてください。Thank you.
人に会えた倒れるなら倒れていい、もう一度一歩踏み出す大事さがないと未来を作りなさい。暗い目をした街は光を灯せ Fly high night day 翼広げ Magic day 終わりを
九州ガールズウィーク、九州女子オークね。